学生です。どっちも20歳と19。まだ18。姉妹なんで。ついつい行ってしまったデートの誘い方は、あの高級の店とかだったら行っちゃうかも。なんか高級焼肉店みたいな。牛角とかは行けるけど、友達とかで自分たちでは行けないようなお店連れてくよってなったら、全然好きじゃない人でも、え、いいのってなって行ったことはありますね。さすが。ない。基本好きじゃない人以外とご飯食べたくない人なので。あ、そうだよね。だから友達もいないんで。学校1年間今ずっと一人ご飯をしてるんですよ。でも私でも数えれる友達が3人4人ぐらいしかいないんで。黙ってて、その無言の空間が気まずくない人、なんか喋んなきゃいけないって思っちゃうのがダメです。自分の好きじゃないことを一緒に食べて、なんかその人に合わせて適当な話をするぐらいだったら、一人で YouTube 見てご飯食べてた方が幸せだなと思って。あ、男っぽい。マジ行かないです。絶対行かない。あとなんか行ってないけどやばい誘い方だったら結構あって。あ、絶対わかるじゃん。でもこれ毎回嫌いだから。なんかマックナゲット15個入りで、なんかクーポンがあったらしくて、マックの15個で多分超安い時期買っちゃって、なんか食べきれないって LINE 来て、って食べなきゃいいじゃん、食べに来てよみたいな。え、家の誘い方マックナゲットみたいな。家に私を呼ぶのにマックナゲット来ると思ってんのと思って、え、私どんだけ軽い女って思われてんだろうっていう。頑張れば食べれるだろう。それはさすがに行かなかったですね。あ、じゃがりこのナンパは。あ、じゃがりこのナンパいっぱいいるよ。お前も渋谷じゃん。渋谷そう、歩いてたらお姉さんって言われて、何ですかって言ったら、じゃがりこ落としましたって言われて、いや違いますって言って。基本私ナンパ外人にしかされないから。確かにね。基本渋谷とか行くと外人たちがヘイみたいな、指笛鳴らさない。そう、指笛鳴らさないとか言って、ヘイガールみたいな。一緒に歩いてると怖くて。特にね、あの原宿 あのケバブ屋さんとかすごい、うん、すごい。あの人たちは営業もあるけどね、うん、この間びっくりしたもん。普通に歩いてたら、お姉さん僕のハートを盗みましたねって言われて、通っただけですみたいな。そう、営業必死。せーの、東京ときめきチャンネル、また見てね。